今回の問題、 SNMP の構成要素は SNMP 何々と SNMP エージェント、この2つがあります。 SNMP エージェントが保存している機器情報の集合体のことを何々と言います。 SNMP エージェントが生成するメッセージはゲット何々とトラップ、この2つがあります。エージェントがトラップメッセージを送るために必要な設定は何々コマンドを使って設定します。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。 SNMP の構成要素は SNMP マネージャーとエージェントです。 SNMP エージェントが保存している機器情報の集合体のことを MIB、MIB と言います。 SNMP エージェントが生成するメッセージはゲット、レスポンスとトラップです。エージェントがトラップメッセージを送るために必要な設定は SNMP サーバーホストコマンドで設定します。お世話になっております、マサルです。今回のテーマは SNMP です。監視業務の中で死活監視という方法があります。死活監視はその名前の通り、その機器が動いているか止まっているかを調べるための方法です。具体的には、監視対象の機器が持っている IP アドレスに対してピングを打って、ピングの応答があれば機器が動いていると判断し、応答がなければ監視対象の機器が動いていない、もしくは監視対象の機器までの経路中で何かしら障害が発生していると判断します。死活監視でも対象の機器と通信をすることができるかどうかを判断することができるのですが、その機器が現在どういう状況なのかまでは分かりません。例えば対象機器の CPU の使用率がどれくらいになっているのかなどの情報が死活監視だとわからないのです。今回勉強する SNMP を使えば、機器の状態など詳しい情報まで確認をすることができます。管理者として SNMP はとても心強い機能です。 SNMP について一緒に勉強していきましょう。今回の動画は SNMP の構成要素、 MIB、 メッセージの種類、トラップを送る設定、この順番でお話をしていこうと思います。それでは一緒に頑張っていきましょう。 SNMP はシンプルネットワークマネージメントプロトコルの略です。ネットワーク機器の管理制御を行うためのプロトコルです。トランスポート層は UDP を利用しています。 SNMP は監視するプログラムである SNMP マネージャーと、機器の情報を SNMP マネージャーに送る SNMP エージェントの2つの構成要素があります。例えばマネージャーからエージェントに対してホスト名を教えてという情報を送れば、エージェントはホスト名は何々ですという情報を応答する、このような関係です。なおこの時に UDP を使って通信をするのですが、マネージャーは宛先ポート161番を使い、エージェントは宛先ポートを162番にします。ポート番号が違うことも覚えておくと良いと思います。SNMP を勉強するときにとても大切なキーワードが出てきます。それが MIB、 マネジメントインフォメーションベースです。 MIB は SNMP エージェントが持っている機器情報の集合体です。この情報はツリー構造で管理されています。このツリー構造は標準 MIB と拡張 MIB で構成されています。標準 MIB というのは標準化されている MIB です。どんなベンダーであっても決められた場所に決められた情報を格納します。標準化することによって異なるベンダーでも SNMP を使って管理しやすくなります。例えばホスト名は標準 MIB のどこどこに入れると決まっています。そしてこのどこどこという情報を指定するのに利用されるのが OID、 オブジェクト ID です。ツリー構造を構成する一つ一つの情報をオブジェクトと言います。このオブジェクトには OID という番号が振られています。なのでマネージャーから1312の情報を教えてという情報が来れば、 SNMP エージェントは MIB で管理している1312の中にある情報を応答する、このようにして SNMP は通信されています。さらに MIB の中には拡張 MIB と言われる領域があります。この領域はベンダーが独自に決めている MIB です。 Cisco であれば拡張 MIB の中に Cisco 独自の情報を入れておいて管理することができます。次は SNMP で利用するメッセージについて勉強していきます。 SNMP で利用するメッセージはいくつかありますが、ここでは代表的なものを覚えておきましょう。 SNMP マネージャーが送る代表的なメッセージは GET リクエスト、 SET リクエストです。
エージェントが送るメッセージは Get Response、トラップがあります。 Get Request と Get Response がワンセットです。マネージャーからエージェントに対してオブジェクト ID を指定して情報の取得を要求します。それに対してエージェントが Get Response で情報を応答します。このように Get Request と Get Response はワンセットになっています。マネージャーが作るメッセージの中には Set Request というものもあります。 Set Request はエージェントに対して設定変更を行いたい場合、オブジェクト ID を指定して要求するメッセージです。 SNNP は機器の状態を見る監視というイメージが強いのですが、オブジェクト ID をして設定変更するセットリクエストというものも使われるので覚えておきましょう。最後にエージェントが生成するトラップメッセージです。トラップは SNNP エージェントが機器の状態に変化があった場合、自発的に送信します。例えば CPU の利用率が異常に上がっている時など、トラップの仕組みを使ってマネージャーに知らせます。マネージャーはその情報を受け取ることで障害の予兆を知ることができ、適切に対処することで障害の発生を抑えることができます。最後に SNNP エージェントが SNNP マネージャーにトラップを送る設定方法を勉強します。エージェントがマネージャーにトラップを送信するために必要な設定コマンドは SNNP サーバーホストコマンドで設定をします。その際 IP アドレスで SNNP マネージャーを指定します。その後ろにはバージョンの情報やコミュニティの情報などがありますが、 SNNP のバージョンとコミュニティについては次回の動画で詳しく取り上げます。今回の動画では SNNP エージェントが SNNP マネージャーにトラップを送信するときには SNNP サーバーホストコマンドを利用する、ここを覚えておいてください。さらに付け加えておくと、この後に SNNP サーバーイネーブルトラップス、このコマンドでトラップの送信を有効化する必要もあります。トラップの送り先を指定していたとしても、トラップの送信を有効化しておかないとトラップを送らないので注意しましょう。本来であればこの後トラップの設定をパケットトレーサーでやってみたいところなんですが、どうやらパケットトレーサーでは SNNP のトラップの動きはサポートされていないようです。なので残念ながら今回は実演がありません。なので最後のまとめに移りたいと思います。その前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティ、みんなの勉強部屋を運営しています。2023年、何か新しいことを始めたいと思っているあなた、大人の習い事としてネットワークの知識を一緒に学ぶのはいかがでしょうか。私たちの生活にインターネットは欠かせないものとなっており、エンジニアとしてネットワークは知っておきたい基礎知識となっています。コミュニティにはネットワークエンジニアとして働いている人だけではなく、様々な人が参加してくれています。ぜひコミュニティを活用し、横のつながりを作り、情報交換してみてください。興味を持ってくださった方は、紹介動画とコミュニティ参加の URL を概要欄に貼っているので、ぜひ一度ご覧ください。それでは最後に今回のまとめです。 SNNP の構成要素は SNNP マネージャーと SNNP エージェントです。 SNNP エージェントが保存している機器情報の集合体のことを MIB と言います。 SNNP エージェントが生成するメッセージは Get Response と Trap があります。エージェントが Trap メッセージを送るために必要な設定は SNNP サーバーホストコマンドで設定をします。それでは今回は一緒に SNNP の基本を勉強しました。今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。